い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はコードチェンジするときに簡単に変えれないコードですね、どういう風につなげばいいんでしょうか、この問題についてのお話をさせていただきたいと思います。例えば F のコードと C、 はい、特に難しくなくコードチェンジできますよね。はい、 F のコードと C できますよね。で、 C のコードと G もそんなに難しくなくコードチェンジできますということは、曲の中で、それほど、こう考えなくてもコードチェンジはできるんですけども、例えば G から F、 F から G もそうですけど完全に押さえ替えますよね。はい、この時に押さえ替えるっていうのはどうしても一瞬でできないわけじゃないですか、まあ0コンマ00何秒か分かんないですけども、そこに空白ができます。うまくやらないと音が途切れてしまいます。さあどうしようということなんですけども、実はアップストロークに開放が入ってるんですね。はい、まず F で最後の音です。 G に変える前、1個前の音を開放を入れてます。開放っていうのはどこも押さえないですね。で、開放を入れることによって次 G につなげる、こういう感じなんですね。で、連続してやるとこんな感じです。わかりました。もっとわかりやすく、その開放弦のところを大きく弾きます。はい、完全に指を押さえ替えるコードはこういう風に変えていただくといいと思います。この時に注意しないといけないのは、開放弦の音っていうのは大弦してる、弦を押さえてる時よりも音量が大きくなりがち、目立ちがちなので、そこは小さい音量で弾く、さっきみたいに大きく弾かずにですよ。はい、目立たないけどっていう全部が開放の、ウクレレでいうところの Am7 のコードが入ってる感じなんですけども、こういう風に、開放弦を入れてつないでいただくといいと思います。はい、で練習方法としましては、まあ F と G でいきますよ。 F ダウンアップで開放、はい、G でダウンアップで開放、 F ダウンダウンというのはダウンストロークってことですよ。でアップストロークで開放、今分かりやすいようにこの指を大きく開いてます。左手の指を大きく開いてます。実際はここまで開けずに軽く持ち上げるだけでいいです。こうです。はい、最初はゆっくりですよ。ゆっくり、音が切れないようにタイミングよく、できるようになったら早くやっていただくといいと思います。できてないのに最初からってやりますと元も子もなくなって、結局コードチェンジで音が切れるということになりますから、しっかりつなぎたいという方はこれを確実にやってください。これができるようになったら、つないでみてください。はい、 BJ のウクレレ講座、今回はですね、つなぎづらいコードチェンジ、完全に指を押さえ替えるコードチェンジですね、これをスムーズにつなぐ方法についてのお話をさせていただきました。楽しみながらやってみてくださいということで、 BJ のウクレレ講座でした。このお話がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックを忘れずに押しておいてください。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。音が鳴り
つもいつまででも」